こんな症状でお困りじゃありませんか？これからこの症状について少しだけお話しします。立つことは簡単なことではありません。絶え間なくのしかかる重力に打ち勝つことは並大抵のことではありません。この絵は重力と立ち上がる力とのバランスが取れた状態です。もしも重力に負けてしまって立ち上がる力が弱くなってしまうと、この絵のように腰が落ち、膝を前に突き出し、背中を丸めて肩と顎を前に突き出した形になります。この時注意しなければならないのが横の軸です。大切なのは顎、肩、腰の横の軸です。本当は一本の線上にあるはずの横の軸が前に移動したり後ろに移動したりして中心の線が曲がっているのがわかります。これが重力に引っ張られて立ち上がる力が不足した状態になります。体が下に下に引っ張られますから、起き上がるのが辛くなり横になりたくなります。体が重い、横になりたい、日中眠い、夜眠れないなどの症状の方はこういったものが起こると言えます。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。